の時代、旅とは文字通り命がけであった。遭難、追いはぎだけでなく、怪我や病気も即命取りとなる。旅の途中で消息を絶つことは決して珍しくなかったのである。やろうか、やろうか。おや、こいつは。姿も声も届いてはいない。だが百鬼丸には生まれながらに見えているものがある。魂の炎とでも言うほかない。重要なのはその色だった。敵、憎悪、またはこの世ならざるもの、それらの持つ色が百鬼丸に危険を教える。魂の色を見る力、そして常人ではない感覚と身体能力によって、百鬼丸は彼の暗闇の中を生きてきたのである。今百鬼丸がドロロを放っておくのは、その炎の色が危険ではないからということでしかない。ただほら、この小さいのはオイラの焼き鎮。通り過ぎることなく長く自分のそばにとどまる炎は彼にとって二つ目だった。
なの。やめてくれ。寝言言ったか。そっか、聞こえねえもんな。うん、なあ、名前くらい教えてくれよ。おいらはドロロだ。ドロロ。あんたは？無理か。もう七種のボンベで。おやすみ。出るらしいんだ。村に立ち寄った旅人とか村の人が時々行方知れずになっちまうらしい。そいつをこの間みたいに退治して礼金をもらうんだよ。人助けしておいらたちも儲かるな。いい考えだよ。へえ、なんだか金持ちそうな村だな。本当に化け物なんか出るのかな。はて、化け物とおっしゃいましたか。化け物はどうかしましたか。どうかしたのはこの村だな。知ってるぜ、困ってるって。いい話を持ってきてやったんだ。なんとこのお兄さん、化け物退治にかけた天下一品一つ頼ってみな。え、本当にそんなことができますので。もう願ってもないことで。退治していただけるなら村でできる限りのお礼も。ん、ああ、見直し、うん、いやー、話が早いね、村長さん。ああ、いえ、私は妙代を務めます伝吉と申す者で、村の王様万代というお方なのですが、何分足を悪くされまして。ふーん、とにかく私どもの家をお使いください。大したものもございませんが、お食事など。わあ、いや、ほんと話が早いね。こちらでございます。なさいましたか。化け物は出ましたか。ああ、いや、出たけど、今日は様子見だ。大したことなかった。そうでございますか。おはようございます。お目覚めでございますか。うん、
バンダイ様がお二人にお目にかかりたいと。バンダイ？ああ、村長。はい。ご朝食も差し上げず申し訳ありませんが。いいよ、わかった。あちらの屋敷でございます。すげえ。では。なんだい、ずいぶん暗いな。今明かりを。このようなお見苦しい姿、お許しを。足を患っておりますので、私がこの村の長、バンダイでございます。坊や。私の顔に何か。いや、綺麗だなって。恐れ入ります。お呼び立てして申し訳ございません。村人の話を聞いてどうしてもお会いしなければと。特に、そこのお方。もしやと思っておりましたが、やはり。え？知ってるのか？何をなさいます。わっ、何するつもりだ。この人は人間だぞ。あ、やめろ。どうしたんだよ。バンダイ様、こいつの世界が入ってる。びっくりするよ。やめろ、あなたは化け物だ。おやめください。ねえ、どっちじゃねえ。こいつの仲間だ。離せ。土壌に連れて行け。嬉しいよ。なんだい坊さん、あんたも捕まってんのか。バケモンが出るってんで見物に来たら寝てる間に連れ込まれちまった。どうして。さてね、案外これが行方知れずの種明かしかもしれないね。え、それよりお前さんには見覚えがある。見覚えって、目見えるのか。私らは目開きには見えないものが見えたりするんでね。そっちの方がよっぽど確かだったりすることもあるのさ。なんだよ、見えないものが見えるって。例えば今私にはお前さんが綺麗な真っ白い炎に見える。炎、言ってみりゃ魂さね。見てくれじゃない、中身が見えるのさ。魂、中身。この七つのごめんも坊さんみたいに見えるのか。かもしれないね。じゃあさっき刀抜いたのは。今度はなんだよ。気をつけ、妙な気配だ。わっ、何も見える。大丈夫、私らには同じことさ。外に通じているらしい。見えねえよ。いやー、怖い。大丈夫、ほら外の風だ。あれ、ここって。あそこにお連れがいるよ。ああ、また私を切りにいらしたのですか。このような病人を一体なぜ。無駄だよ、私らにはお前さんの中身しか見えないんだ。色は。そうさね、今見えてるのはドス黒い血のような赤、最悪の色だ。さっき食い損なったのは惜しかった。わかってるだろうが、そんな奴は化け物なんて可愛いもんじゃない。死んだ。死。
ブ、お前さん知っていなすったね。知ってて旅人を食わせてたんだ。え？そうしなければあの化け物は村のものを食らいますんで。だからオイラたちに退治してほしかったんだろ。あいつを倒せばそれで解決じゃないか。どうやら退治してほしかったのはバンダイじゃなかったようで。間違いない。お前はよもや生きていようとはあれが奪い損なった。そのせいかあれだけがお前を取れなかった。残りを取り戻す気か。面白い。できるものなら。やろうか、やろうか。なんだ、なんだこれ、大変だ、すげえ。バンダイに食わせた旅人の金だね。え、どういうことだよ。うちの村は他に稼げるネタもなくて、化け物のバンダイ様に乗っ取られた時はもう終わりかと。でも最初にバンダイ様が食った旅人がかなりのロギンを持ってたもんで、味を占めちまったってわけだね。なんだよそれ、最低じゃねえか。化け物よりもっと。うわー、止めてくれあの音。お前さんが退治して欲しかったのはあれかい。最初にロギンを奪った旅人が持ってたお遍路だったんだ。悪かったよ、バンダイ切ろうとしたあんたにひどいこと言って。見えてなかったのはオイラだった。聞こえてねえか。案外気持ちは通じるよ。気にすることはない。目が見えてるもんなら騙されて当然さ。っていうか、似てたんだ。うん？死んだお母ちゃんに似てた。そうかい。どれ、触れさせてくれるかい。百鬼丸、あんたの名前だね。へえ、百鬼丸。やっとわかった。百鬼丸か。私もわかったよ。見覚えがあるはずだ。あん時の何、国境に不穏な動きだと。は、警護にあたる兵の数が増えております。戦の準備ではと思われ。バカな、隣国の境殿とは同盟の間柄。そちに探ってもらうことがある。